はい、皆さんこんにちは。サルト銀座店のダンと申します。今日はですね、ジャケットの袖幅についてお話をしていきたいと思います。ジャケットの袖幅、アームホールから二の腕にかけてと肘ですね、それと袖口に対して各々ポイントがありまして、この二の腕とかアームホールの大きさっていうのは、まあ、肩幅とかバスト周りとかの関係が、まあ、重いと思います。ですので、例えばちょっと前のやつの肩幅の大きいジャケットとか、だいたい袖が やたら大きいですね。で、肘も大きいです。そして当然袖口の幅ですね、袖口の幅も大きいことが多いと思います。ポイントが3つあります。まず袖口の幅ですね、それと肘で、二の腕からアームホールにかけての大きさ、この3ポイントがあるんですけれども、基本的にその袖の大きさっていうのも、まあ、バスト周り肩幅に関しての流行に合わせた袖の大きさになることが多いです。例えば、まあ、分かりやすいんですけれども、こちらが約25年ぐらい前のジャケットで、こちらが最近のジャケットです。まず袖口の幅ですね、袖口の幅がちなみにこちらが 13.2 センチぐらいで、こちらが 14. ちょっとぐらいあります。幅で1センチぐらい大きいということですね。で、肘もだいたい同じように幅が 1.5 ぐらい違ってます。で、アームホールの大きさもだいたい 1.5 ぐらい違うような大きさになるんですけれども、結果的に肩幅が広くて袖も太いとか、まあ、そういうふうに連動していることが多いです。まあ、このように袖の形っていうのが、まあ、袖口に行くに従って細くなっていると思うんですね。それで袖をたくさん詰める場合、やはり大きくなってしまったりとか、何かこうズドンとしたような袖になりますので、袖を短くする場合の方は、まあ、袖幅も調整された方がいいかなっていうふうに思います。もともと袖がカーブしてますね。カーブしてる袖をどん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 こう詰めていくと、まっすぐした袖になって、なんかちょっとこうした時に変な雰囲気になるんですね。ですので、まずあんまり詰めすぎるとデザイン性が良くなくなる。肘をしっかり細くまでされてる服だったりとか、オーダースーツとかのジャケットの袖とかを見るんですけれども、あんまり細くしてしまうと、まあ、実際シャープには見えるんですけれども、肘のとこでこうこんな感じでこう引っかかっちゃうんですね。ですので、普通に着てる時に袖がこんな感じで上がったように見えてしまうので、肘をあまり細くしてしまうと、まあ、シルエットが逆に綺麗に出ないことが多いんで、詰めすぎには気をつけましょう。袖幅の出しなんですけれども、出しっていうのは基本的に縫い代の関係であまり出ません、まあ、最大出たとして運が良くてっていうことですかね。運が良くて一周で1センチ出ればと、まあそこまで出る服はあまりありませんので、袖幅は基本的に出ません。どうしても出したいっていうことであればですね、このように脇の下の部分に共布とか二よりの布を使って足します。 V の字ですね。そうするとある程度大きさはいくらでも大きくできるんですけれども、まあ、普段使ってる際にはあまり目立ちませんので、どうしても出したいっていう場合にはですね、二よりの生地を使って出すっていうことをやります。以上、袖幅についてお話をしてきました。